NBC JB2 霞ヶ浦第3戦デジタルカップ、JB2 は年間で3戦行われる、つまり今大会が最終戦、今年の楽しみがまた一つ終わるのだ。ああ、そうですね。おはようございます。ただいまより JB2 霞ヶ浦シリーズ第3戦ディスタイルカップ開催いたします。おはようございます。雨もちょっと朝降ってたんですけども、かなり蒸し暑いんでね、で皆さんも結構こうプラとかやっていて、夏バテ、かなり溜まってる人も多いかもしれませんけど、体調悪い人いませんか？大丈夫ですね。かなりこう朝からこう皆さんリラックスしてね、いいなというふうには、まあ、JB2 はね、そういう雰囲気で、戦ってもらうのもいいのかなとは思います。それでは JB2 霞ヶ浦シリーズ第3戦ディスタイルカップスタートを行います。続いて11番から20番全員スタートしてください。全員スタートしてください。会場から徒歩1分、あやめ旅館は潮来の風情を詩に託した詩人野口雨情がお泊まりになった水郷潮来の老舗の宿です。宿内にはオーナーの遊び心が詰まったものがたくさんあります。玩具、骨董品、絵画、着物、Jリーガー、サッカー日本代表監督のジーコのユニフォームまでありました。部屋からは日立種川が眺望できます。お客さん来ましたよ。お客さん来ましたよ。水、これなしでいいのかな、まあ、オッケーです。あ、これも使う。自己申告で1キロです。はい、どうぞ。プラス1キロです。718。718だった。あ、マイナス。あ、そうだ。100もあるから。618。ジョッキュンや。はい。10年以上はあんまりしてそれでは5位からの発表です。5位、関正義ペア 2932g。 4位、永瀬圭一ペア 2974g。 3位、林翔吾ペア 3276g。 2位、郡司純ペア3386g。 そして優勝、斉藤雅也ペア
3816g。 はい、ありがとうございます。はい、JB2 霞ヶ浦、第3戦、最終戦ということで、優勝おめでとうございます。はい、今のお気持ちはいかがでしょうか。嬉しいです。はい、まあ、とにかくもう嬉しい一言で、はい、ありがとうございます。はい、ちなみに来年の目標などもお聞かせください。まあ、いつも優勝のみ狙って頑張ってるんで、また来年も一緒にやれたらいいなと思います。まあ、毎年毎年出させていただいて、一緒にパートナー組んでいただいて2年目なんですけど、まあ、来年も組んでいただけるならいろいろ勉強させていただきたいと思います。はい、続きまして、引き続き年間の順位発表およびインタビューを行います。年間の5位篠塚亮ペア、4位鈴木俊忠ペア、3位大出悟ペア、2位星野一正ペア、そして年間優勝は永瀬圭一ペア。はい、それでは JB2 霞ヶ浦、年間1位おめでとうございます。はい、では率直に今の感想はいかがでしょうか。嬉しいです。嬉しいです。はい、来年の目標なども教えてください。いや、もちろんそれは霞最強コンビと言われるまで一番を狙って頑張ります。同じです。ありがとうございます。で、年間あのサポートいただいたメーカーさんの皆様、それからいつも応援されている皆様、どうもありがとうございます。検定終わった時もですね、あ、今日は楽しかったっていう選手の一言が聞こえたんですね。やっぱり、ね、それでね、私たちいろんな運営をしている中で、あ、やっててよかったなっていう気分にもなりました。本当に1年間ね、いい大会ができたと思います。ありがとうございました。Go! Go! NBC!